はい、皆さんこんにちは、安藤のマジタです。明けましておめでとうございます。今日は1月7日日曜日、能登地震、本当に元旦からえらいことで、苦しい思いされている方にお悔やみを申し上げます。岐阜でも、震度3、震度4。僕らは畑の真ん中に行ってほとんど気づかず、地域の何かな、放送で気づいたぐらいね。住んでる家の木造家屋はまあまあ揺れたらしくて、子供たちがびっくりしてたという、えらいことです、本当に。はい、ちょっと変わったセットものの野菜を作ってみました。初めての200円、100円の良心市ですけど、このアンドンのマジタさんの勝手に七草という、正月な小松菜、わさび菜、からし菜、野沢菜、水菜、ルコラという勝手に作った七草で、いろいろ、まあ大体一株ずつ、ちょっと正月菜がちっちゃかったので複数の株が入ってるんだけど、相変わらずお正月も年末も野菜の収穫とか畑の管理作業ばっかりで、片付けたり、まあやっとなんか落ち着いて仕事ができるかなと、何か慌てて あれやらないといけないとか、これやらないかんとか、そういう何か脅迫されたこう感覚っていうのが今はない。はい、で、はい、何かこうお正月暖かかったんですけど、今日ぐらいからちょっとまた、寒くなるかなというところで、で幸いにこのナッパものがビニールトンネルの下で結構順調よく育ってて、もう第一段目が取り切っちゃうぐらいで、もうほぼ昨日で終わっちゃったぐらいで、第二段、第三段、ずいぶん種は巻いてきたので、トレーに、それがやっとこう収穫に、まあそれも本当に2月3月ぐらいまでいかないかもしれない、もう1月いっぱいぐらいでもう終わっちゃうかもしれない。でキャベツ、白菜とかブロッコリーは相変わらず大量に出続ける。ありがたいことに毎日、まあこれぐらい売り切っちゃうという感じで、
今のこの時期でたくさん収穫できるのは本当に、ありがたいな。野菜に病気はほとんどというか来てないし、虫もいないし、まあ昨年は畑を借りたいというところから、まあ一年の抱負ですけど。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。